皆様こんにちは。アイスランディア TV 小倉優香です。アイスランドに来てからだいたい2ヶ月が経ちました。落ち着いても来ているんですが、日常の小さなアクシデントもあったりして、住宅関係であったりして、面白いことになっているので、そのうちに何かの機会がありましたら、裏話としてご披露しようかなとも思ってますけれども、だいたい安定した、暮らしをしています。今日はですね、皆さんをブレジホルトという地区に お連れしたいと思います。アイスランドはレイキャビクが首都ですね。で、首都の中でもダウンタウンと呼ばれているところが郵便番号の101の地区です。その他にもいろんな地区がありまして、109と111の地区がブレジホルトと呼ばれています。ダウンタウンから離れているので、当然ダウンタウンからはバスで行かなければいけなくって、そうだな、15分ぐらい20分ぐらいかかったかな、そういうところにもあります。まあ、新興住宅地帯といいましょうか、昔からあるあの場所で、ちゃんと学校とか病院とか、プールとか揃ってまして、とても住みやすそうな地区です。で、音楽ファンの方はよくご存知かもしれませんが、グリーンハウスレコーディングスタジオという、これはあのビョークのコラボレーターを10年間やってらっしゃったバルゲル・シグルソンという方がいらっしゃるんですが、彼のスタジオが拠点としているところでもあります。なのでですね、まず早速皆さんにどんなところかなっていうのをご覧いただきたいと思います。こんな感じで、いろんな芸術作品も置いてあるんですね。まあ、少ないけれどもご覧いただければいいなと思って撮ってきました。まずはですね、公共プールで、何組かのアーティストが演奏していました。DJ だったり演奏だったりしたようなんですが、私はあの去年のアイスランドエアウェーブスで出会った14歳の2人の女の子がいるんですが、彼女たちがやってるので、ああ成長ぶりが見たいなと思って、まずはプールに行ってきました。そしたらですね、彼女たちのご紹介の前にですね、ちょっとこれをご覧いただきたいんですが、アイスランドにはなぜかというかサンドイッチケーキみたいなのがあります。それを作ってる人がいて、それを見せてもらったので、ちょっとご覧ください。はい、とてもお天気のいい日で、それでプールの中に入っていったら、パッと見たら知ってる顔がいて、あれターニャ何してるのと、ブレッドケーキ作ってるのみたいな感じで、お揃いのブレッドケーキのお揃いのこう水着を着てて、でその お揃いの水着柄のブレッドケーキ、どっちが先なのか分かんないんですけど、あれやっぱりブレッドケーキが先で、その柄が可愛いので、水着にしたみたいなんですね。でブレッドケーキというのは割合そのアイスランドではおめでたい時に使われるものらしいですし、私は実はですね、ホテルの大きないいホテルに泊まった時に朝食にあれ出てきたことがあるんですよね。ちょっとびっくりでした。はい、それでは音楽の方に行ってみたいと思います。先ほどもお話ししましたが、14歳の2人組ルグルという名前です。ですね、本当はもっとアイスランド語っぽい発音にしなきゃいけないんですけども、私ができなくてごめんなさいです。まだ14歳で出会って、2人でバンドを組んで、こうして、フォークデュオみたいな形でやっています。この前そうですね、アイスランドエアウェイス見た時とそんなにあの演奏自体は変わっていないんですけれども、やっぱりこうパフォーマンスのその堂々とした感じが、昔からあの子たちっていうか、まあ、半年前にも見た時もすごく堂々としてるなっていうのがあったんですが、今回も本当にやっぱりこう楽器を持って歌い始めるとアーティスト然とするので、とてもそれが、なんていうのかな、あこの子たち絶対に大きくなるなっていう感じに思っています。
素敵な歌声もいいんですけれども、あの雰囲気、プールの周りに人がいて、あの心地よさそうに日向ぼっこしながら、またプールの中でボール遊びしながら、ぷかぷか浮きながら、本当にあのそれぞれゆったりしながら音楽を楽しみながら、一日を過ごすっていう感じで、あのそれがいいなと思って、ひたすらいいなと思いながら、私も浸りました。その次に行ったのがですね、アーティストの、 あの芸術家の工房みたいなところなんですが、工房といってもあの倉庫みたいに大きくて、大きいところなので、そこを、まあ、ステージにしまして、音楽アーティストが何組かやっていました。でこのフェスティバルの音楽の担当が、グリーンハウススタジオであることから、本当にクオリティの高いアーティストも多くて、うわこれいいなって、まあ、私のそのテイストだったこともあるんですが、それで何組か見てきました。一番最初にご紹介するのがオルロフ・アルナルズとスクリース・ベルソンの2人です。オルロフはネオフォークのシンガーソングライターとして、非常に今人気が出ていますし、ビョークがバックグラウンドボーカルとして彼女のアルバムに参加したこともあり、非常に話題になったことのある人です。その、ま、演奏をしてくれているのがスクリス・ウェルルソンで、スクリというのはですね、実はあの日本にもご縁があって、坂本龍一さんのベーシストをしていたことがあります。もともとはアイスランド人で、ニューヨークに移り住んで、ニューヨークの音楽家たちとの交友が非常に、ま、深くて、坂本さんとも知り合い、それから すごく有名な方とやってたんですけれども、そういう方とやって、それからあのまたアイスランドに戻ってきて、いろんな、プロデュースをしたり演奏したりしている人です。はい、Lee!
唱、それからスクリの流れるようなあのギターの旋律、この2つもがマッチしてすごいいい感じだったと思います。私はあのどちらも個性的で大好きなんですが、でオルロフなんですが、現在江ノ島の水族館でナイトワンダーアクエリアムという催しをやっておりまして、そこのオリジナル音楽で、ボーカルとして参加をしています。なのでもちろん、オルロフの CD は出てるんですけれども、もっともっと知りたいという方はぜひ、江ノ島までおいでください。はい、オルロフの話をもう少ししますと、彼女はネオフォークのシンガーソングライターで、デビュー版がですね、わ何年だったかな、ごめんなさい、2007年とか6年かな、結構前なんですけれども、元シガロスにいたキャルタン・スウェインソンがプロデュースしまして、出しています。それから何枚か出しまして、あのビョークと同じワンリトルインディアンに移って、でビョークがバックグラウンドボーカルを担当して、それでオルロフが普通に歌ってという CD がありまして、随分話題になったことがありました。今回このイベントに出ている時期もニューアルバムをレコーディングしてたそうなので、あのご興味ある方は、出てきたらぜひぜひ聴いてあげてください。もちろんあの給付も素晴らしいので、あの給付も聴いてくださいね。はい、それでは次はソーレイに移りたいと思います。オルロフが終わった後に登場したのがソーレイでした。ソーレイは一回日本にも来日しているので、ご存知の方もいらっしゃると思います。私自身が大好き で私自身がまあちょっと関わりまして日本に、で公演もやったことがありました。で私そんなわけでソーレイ のライブはたくさん見てるんですけれども、だいたい自分自身か自分自身とパーカッションと2人というのが多くて、で今回びっくりしたのは3名になってたんですね。女性が1名入っていまして、彼女がキーボードとボーカルも担当してたので、1名以上のなんか効果があったっていうか、なんかあのソーレイの世界観がものすごく本当によくこう再現されていて、1名どころか3人ぐらい入った分ぐらいのこうボワンとこう世界が大きくなったような感じが私はしたんですが、とてもその音響的にも分厚くなって、ハーモニーも本当に1人増えたおかげでものすごく良くなって、よりよくやっぱりソーレイの世界観がライブで再現されてたと思うんですね。なので機会があったら皆さんぜひ聞いてください。ライブで特にですよ、ね。で私が撮ってきたのは1曲丸々撮ってきた曲があるんですが、その後私自身がすごい聴きたくなってしまって、もうカメラのことを考えるのが、ちょっと面倒になりまして、ごめんなさい。最初の1曲しか、全曲撮っていないんですけれども、なので最初の1曲をぜひ全曲通してご覧ください。どうぞ。Thank you.
私が見たブレージホルトアートフェスティバルの一端でした。で、音楽でもう一組実はあったんですが、ちょっと細く入ってしまったのと、あときっと大変かなと思ってあまり、そのアーティストに尋ねもしなかったんですが、マルケッタ・イングロバという方がいらっしゃいまして、彼女はアイスランド人ではないんですが、あ、もう永住権取ったのかな、アイスランド人と結婚しまして、ずっとアイスランドに住んでいて、でもアカデミー賞をダブリンの街角でっていう映画だったかな、アカデミー賞を取った女優さんというか、まあ、歌手の方がいらっしゃって、彼女もグリーンハウススタジオで、ライブをやっていました。私最後の方だけチラーンと見て、彼女に挨拶だけはしてきたんですけれども、ビデオがなくてごめんなさい、でもそれだけなんていうのかな、多分今日私が撮ってきたビデオを見ていただいただけでも分かると思うんですけれども、音楽的にすっごいものすごくいいものばっかりを、なんかいいとこ取りで、それも私の好きな感じのものをいいとこ取りで、持ってきたような音楽フェスティバルになっていました。まあ、アートフェスティバルなのでアート全般ですし、あと映してはいないんですけど、子どもたちがいろんなものを描いてたりとか作ってたりとか、そういうこともあって本当にファミリー全体で楽しめる、フェスティバルになっていました。なかなかこんなフェスティバルを狙ってアイスランドには来れないと思うんですけれども、こういうフェスティバルあちこちで結構行われてますので、機会がありましたらどうぞぜひともいらしてくださいね。さて、そんなわけでいかがだったでしょうか、アイスランディア TV、今回も楽しんでいただけたことを願っています。まだまだですね、私の撮影技術とかこの部屋撮りの様子とかなかなか慣れてなくて、編集をしている方にご迷惑をかけてるんですけれども、なるべく早く一生懸命慣れて、クオリティの高いものを皆さんに見たいアイスランドを、なかなか見れないアイスランドをお送りできたらと思っています。なのでぜひ、チャンネル登録をしてまた見てくださいね。それではまた。 Bless bless シャムスト。